人で歩み寄ってさ、良い夫婦関係を続けていこうという強い意志が大切やっちゅうこと。はい、ミッキー岡田です。今回は婚活で絶対に手放してはいけない男、最高の夫になるたった一つの特徴をお伝えします。僕はこの動画でよく話してんねんけどさ、今はな、結婚する3分の1の夫婦は離婚してるんだよ。結婚するときは意気揚々とこの人と幸せになるって思ってるのにな。何かの理由で険悪な空気が流れ始めて、相手のことを尊敬できなくなって、だんだん憎らしくなって、もう一緒にいるのが苦痛となって離婚を決意するんだ。結婚式でさ、健やかなる時も、辞める時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、相手を愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか？イエスって誓ってたはずのに。悲しいけれど、そんな夫婦が3分の1もおるねん。離婚する数は3分の1やけど、実際には家庭内別居やセックスレス、熟年離婚を決意してる夫婦まで入れたら3分の1と言わずに半分ぐらいが破綻しているのかもしれんわ。恐ろしいな。じゃあ、最高の夫になるたった一つの特徴を語ろうと思う。いい夫の条件ってどんなの？一般的に言われてるいい夫っていうのはこんなんやな。子供好き、家事ができる、優しい、堅実、誠実、話を聞いてくれる、お金の管理ができる、身の回りのことは自分でやる、一緒にいて落ち着く人、仕事が好き、おいしい、ありがとう、ごめんがやる、マーメ、親友を大切にする、見知らぬ人にも親切、計画性がある。たくさんあるな。上げていったらキリないし、女性に聞いていくと延々出てきそうやわ。でもな、いい夫になる手放したらあかん男の条件はそういうのではないんや。本当の条件はたった一つやねん。それはあなたとの関係を良くしようと努力する男であるかどうかや。もう一回言おうか。あなたとの関係を良くしようと努力する男であるかどうかや。結婚前は分からんかもしれんけどな、結婚ってさ、苦しいこと、理不尽なこと、もうたまらんわってこと、我慢の限界じゃっていうことがたくさん出てくるんよ。もちろんその逆で幸せなこともたくさんあんねんで。それだ、幸せなことのためにさ、妻との関係を大切にするっていう思いがどれだけ強くて、そのための努力をする男こそがずっと長くいい夫でいてくれる人やねん。わかるかな？付き合ってる時に優しいとか誠実とかあんまり関係ないのが本当のところなの。なぜなら、なぜなら普通に今まで生きてきた状況とはまるっきり違う人生を生きていくことが結婚だから。付き合ってる時ってお互いのいいところばっかり見るし、気持ちも新鮮で好きな相手にいくらでも優しくできるわな。でもいい夫婦関係を死ぬまで続けようと思ったら、仕事や子育てで余裕がない時も、病気で苦しい時も一緒に乗り越えていかなあかん。心の奥底の本質の性格が試されるもんやねん。だからさ、いい夫婦でいいよっていう覚悟がないとあかんのや。ほんでさ、一番分かりにくいのが、さっき出したような一般的に言われる良い夫みたいな、そういうポテンシャルを本来から持っている男性な。そういう性格は素晴らしいことなんやけど、そういうのが実は厄介なところでな。この人いい夫になりそうやわって思いがちやけども、根本的に妻と良い関係を続けていこうっていう強い意志がなければ、いつかは限界が来るねん。離婚原因で最も多い性格の不一致っていう結末になってしまうんや。もちろん夫だけじゃなく妻だって同じことやけどな。二人で歩み寄ってさ、良い夫婦関係を続けていこうという強い意志が大切やっちゅうこと。僕の知り合いの A さんが結婚した男性はめちゃくちゃ短気、自己中、我が強い性格やった。これだけ聞くと一般的ないい夫とは違うやろ。結婚当初そんな夫の性格に奥さんは離婚も脳裏にちらついてたくらいやってん。でも夫のことを愛してたから愛情を持って夫に接してた。そして結婚して8年、今は子供2人いるんやけど、今では怒りっぽい性格はすっかり温厚になった。家のことは妻任せやったんが、綺麗好きになって掃除すべて旦那がしてる。ヘビースモーカーやった旦那は今は禁煙に成功した。
子供いらないって言ってたのに今は超子煩悩で子供の友達からも好かれてるわ。トイレで立ちションしてたけども汚れるから座ってほしいとお願いしたら今は絶対家で立ちションしてない。料理できないって言ってたのに今は揚げ物のみやけどやってくれるらしい。という変貌ぶりや。もちろんまず奥さんの接し方が良かったのは間違いないわ。でもそれに応えて旦那さんは一生懸命努力してくれたんやな。最高の旦那や。お互いにさ良い夫婦関係を続けていこうという思いがなければできひんことやと思うねん。そこを結婚前にどう見分けるか、これがなかなか難しいな。結婚しようとしてる男性が努力家か自分を愛してくれてるか、こういうところが大事なんやな。今回な、結婚した後は厳しいことばかり待ってるぞとか言うて脅してるけども、努力をした先にはさ、代わりの聞かへん、かけがえのない大切な夫婦関係、超幸せな結婚生活が待っているんやで。頑張ってな。本当やねんこれ。本当にいい夫婦って最高やねん。はい、今回は婚活で絶対に手放してはいけない男、最高の夫になるたった一つの特徴をお伝えしました。今回の動画が役に立ったならチャンネル登録と高評価お願いします。結婚したら終わりやでとかいう変なおっさんの話は聞かんでいい。